おはようございます。バズフィードのキミコです。今日はキリンと朝ごはんが食べられるホテルに行ってきます。楽しみすぎてすごく早起きをしてしまいました。結局朝8時半に家を出ました。東京駅に着きました。八重洲口に向かいます。朝ごはんを東京米バル竹若で購入します。美味しそうなおにぎりにしました。京成高速バス2番乗り場に向かいます。ここから市原鶴舞バスターミナルに行きます。バスの料金は後払い制です。降りるときに大人1600円を支払います。バスは事前予約不可で当日券のみの自由席でした。市原鶴舞バスターミナルまでは1時間弱かかります。青と緑の多い自然あふれるのどかな景色が目の前をビュンビュンと横切っていきます。そんな景色に癒されながらおにぎりをいただきました。あっという間に市原鶴舞バスターミナルに到着しました。預けた荷物は自分で取り出す仕組みになっていました。これが珍しいかどうかはわからないのですが、旅慣れていない私にとっては初めての経験でした。それでは宿泊するホテルに向かいます。ホテルまでは事前予約必須の送迎バスに乗って向かいます。送迎バスがあるのはすごくポイントが高いなと思いました。東京から1時間でこんな夏休み気分を味わえるなんてと感動しました。バスにいられることおよそ5分、本日のお宿があるさよりワールドに到着しました。こちらのさよりワールドという動物園の隣にキリンと朝ごはんを食べられるグランピング施設ザ・バンブーフォレストがあります。鮮やかな緑のアーチを抜けるとその先に受付があります。地面がキリンの模様のようで可愛いです。チェックインの時間より早く到着したのでここでランチを食べようと思います。11時から15時までカフェでランチを楽しむことができます。さすがバンブーフォレストだと思ったのは番号札が竹でできていました。めちゃくちゃこだわりを感じました。バターチキンカレーを注文しました。自然の中で食べるご飯は美味しいです。チェックインまで時間があるので施設内を見学させていただくことにしました。宿泊するテントまでは竹の子道を歩きます。その先に動物の名前がついたツリーハウスとテントがあり、静かな竹林の中でゆったりと贅沢な時間を過ごすことができます。こちらは施設内唯一のツリーハウス、キリン庵です。階段を上がった2階の部分が客室になっています。屋根の上にはキリンをモチーフにした2本の角があり、またツリーハウスには大きな木が貫通していて、見ているだけで自然のパワーをもらえそうな気がします。ツリーハウスの中に入ってみます。室内はとても広くて木のいい香りがしました。この日はすごく暑かったのですが、室内はエアコンが効いていてとても快適でした。よく見ると木のオブジェが置いてあり、ツリーハウスに泊まっているワクワク感を味わえます。また部屋の真ん中にあるはしごを登ってみると、ここにも寝れる。ロフトにはもう一つベッドがありました。まるで秘密基地のようでワクワクします。1階には優雅な椅子とハンモックがあり、のんびりくつろぐことができます。このハンモックは日陰にあってとても居心地がよく、このまま夢の世界に行ってしまいそうになりました。次はこちらのラクダのテントを覗いてみます。テントの中は真っ白でふわふわな空間が広がっていました。いきなり異国の地に迷い込んだような気持ちになりました。お姫様のようなベッドも最高にふわふわで気持ちよかったです。お部屋にある鏡もすごく可愛いです。女子会向きのお部屋だなと思いました。置いてある家具の一つ一つが可愛くてテンションが上がります。なんか外と中との違いがすごくてめちゃくちゃギャップ萌えしました。なんだこりゃ。またテントの外には靴
つろぎスペースもありました。次はキリンをテーマにしたこちらのテントに入ってみます。一歩中に入るとアフリカンな世界に行くことができます。こちらのお部屋は家族や友達と来ると良さそうだなと思いました。ベッドの奥にはキリンの置物が置いてあります。また外に出たら不思議な視線を感じたので竹林の奥を見ると鹿が興味深そうにこちらを見つめていました。この他にも象をテーマにした落ち着いた雰囲気の大人っぽいテントやウサギをテーマにした旅館のような和の雰囲気が漂うテントもありました。こちらのお部屋には畳があって竹の椅子に座ることができます。おばあちゃんと来たいな。ここはなんかあったかい日本茶とか飲みたくなるお部屋です。テントはそれぞれテーマの動物によって内装が違っていて自分の好きな雰囲気のテントを選んで泊まれるのがいいなと思いました。3時になったのでチェックインします。宿泊はカピバラのお部屋にしました。カピバラが可愛くて好きなのと開放的な窓があるのがいいなと思って予約しました。室内のインテリアは落ち着いた雰囲気で茶色に統一されています。この部屋の宿泊料金はご覧の通りです。今回は大人1名の金曜日利用なので47,300円でした。なんといってもこの部屋のメインはこの大きな窓、大きな窓から見える青竹と日の光に癒されました。めちゃくちゃ広くてすごく快適です。部屋の温度も外はすごく暑いんですけどこの中はちょうど良い涼しさになっています。本当に最高の避暑地です。それでは部屋の中を詳しく見ていきたいと思います。引き出しを開けると2種類のコップとお茶や紅茶などのパックが置いてありました。隣の引き出しにはガウンと室内用スリッパが入っています。ポットとライトも置いてあります。冷蔵庫の中にはサービスのビールとお水が入っています。こちらは無料でいただくことができます。洋服をかけられるハンガーラックも備え付けてあります。今回は一人なのでだいぶ余ってしまいました。余談ですが電源タップが木のデザインでインテリアへのこだわりを感じました。テントの外側をぐるっと一周してみます。こっち目の前は私のキャンプ、後ろは他の人のキャンプ場なんですけど柵が竹でできてます。竹の柵があります。結構肩ぐらい。竹の柵は目隠しの役割も担っていました。外には他にもゆっくりくつろげる椅子や机もありました。宿泊者限定のフリードリンクがあるということで飲み物をもらいに行きました。フルーツジュースやコーヒー、お茶など自由にいただくことができます。私はこのミネラルウォーターをいただきました。乾いた喉が液返ります。夜ご飯まで少し時間があるので隣のふれあい動物園さよりワールドに行ってみます。動物園までなんと徒歩1分で着くことができました。入園料は大人1,200円、子供700円ですが宿泊者は無料で入れるチケットをもらうことができます。入園料が浮いたので動物用のおやつを買ってみることにしました。動物はとても好きなのでたくさん触れ合いたいと思います。ただこの動物園触れ合いのレベルが桁違いでした。心して行った方がいいです。このさよりワールド最大の特徴は園内にいる動物たちに自由に餌をあげることができるということです。餌を持っていると次々に動物たちが集まってきます。こんなに動物に囲まれたのは生まれて初めてでした。まるで桃太郎になった気分になりました。この他にもワオキツネザルのお部屋に行って可愛いお食事風景を撮影していたらイケメンのワオキツネザルが飛びついてきたり、背中に乗ってる、可愛いね、可愛いんだけどちょっとすごいね、近いね、クジャクに餌を奪われたり、持ってっちゃった、カピバラさんに後ろをつけられたり、鏡みたいな七面鳥に出会ったり、鏡みたい、
その七面鳥に餌をあげていたら、またまたクジャクに餌を奪われたり、クジャクすごいな。さまざまな動物とこれでもかと触れ合えて楽しかったです。園を出る前に明日一緒に朝ごはんを食べるキリンさんにご挨拶に行きました。楽しくて忘れかけていましたが、一番のメインはこのキリンさんと朝ごはんを食べることです。とても楽しくて満足したので、出口で帰らせまいとするカピバラさんを横目に、そろそろテントに戻ろうと思います。テントに戻ってのんびり優雅なティータイムを楽しみます。5時半、ちょっと早めに夜ご飯をいただきます。なんとバーベキューのコースです。お食事代は宿泊料に含まれています。どれも美味しかったので紹介したいと思います。1品目は具沢山のサラダです。ドレッシングをたっぷりかけていただきます。いただきます。美味しい。コーンや枝豆などたくさんの野菜が入っています。ちなみにバーベキュー台の近くには蚊取り線香が置かれていて、食事中に虫に刺されることはなかったです。2品目はトマトとチーズのカプレーゼです。トマト、なんだろうな、チーズですかね、乗ってるのは。すごく歯ごたえがあるチーズが乗っていて美味しい。ソフトドリンクはセルフサービスです。こちらも無料で飲み放題です。3品目はバーベキューグリルで熱々に焼いた鮭のホイル焼きです。銀色のアルミホイルの中にはたっぷりの野菜と一緒に鮭が鎮座しています。野菜も鮭もいい感じに出来上がっていて、とても美味しそうです。うまっ、幸せだな。そして日が暮れてくる頃に私の後ろで焚き火がつきました。パチパチという音と木の香りにとても癒されます。4品目はミネストローネのスープです。耐熱容器に入っているので時間が経っても温かいスープを飲むことができます。これでもかと野菜がたっぷり入っていて、身も心も温まる美味しいスープでした。お酒は別料金で飲むこともできます。1杯500円のハイボールを注文して最高の夏をしてしまいました。5品目はメインのバーベキューです。お肉以外に野菜やパンもついています。自分の好きな感じで焼けるのが醍醐味です。この瞬間だけはこの世の全てを手に入れたと言っても過言ではないと思います。ぼっちにはなかなか大きめのグリルです。バーベキューソースをたっぷりかけていただきます。お肉は分厚いですが柔らかくて美味しいです。お肉の脂がすごく美味しい。大満足のボリュームでお腹いっぱいになりました。気がついたらあっという間に日が暮れて外はもう真っ暗です。実は食事はまだまだありまして、最後のお品はバーベキューグリルでデザートを焼いていきます。完成したのがこちらのまん丸のパンケーキ。なんかふわふわになっててなんか落ちる。まるでお月様みたいに綺麗です。いちごのソースをたっぷりかけていただきます。美味しそう。うん、なんか外がカリカリでふわふわ。お腹いっぱいで大満足です。帰りは足元を照らすライトがとても綺麗で、まるでかぐや姫の世界に迷い込んだような気分になりました。テントの外で夜風に当たりながら今日一日を振り返ります。たまにはこうして自然の近くでのんびりした時間を過ごすのも人生の中で大切な時間だなと思いました。今からお風呂に入ります。キャンプ場の中にシャワー室があり、ドライヤーなどは置いてあるということだったので洗顔や着替えだけ持っていきました。シャワー室の中は個室のシャワーが各部屋ごとに一つずつついていて、ぼっちにも優しい作りになっていました。ちなみに奥にはお手洗いもあります。中に入ります。シャワー室に入ると鍵をかけることができます。中はとても清潔で綺麗でした。入ってすぐのところに丸くて大きい鏡があります。ハンドソープやアメニティが置いてあります。必要なものはだいたい全部揃っていました。
キンケアセットの中にはメイク落としから乳液まで入っていたので、万が一忘れても大丈夫なのはとても助かるなと思いました。その他、引き出しの中にはドライヤーや小さめのタオルと大きいバスタオルが入っていて、手ぶらで来ても大丈夫なくらい充実していました。シャワー室のドアはスライド式になっていて、中に入ると2種類のシャワーがありました。小さいシャワーは勢いよくお湯が出るタイプで、大きいのはまんべんなく体を温めてくれるシャワーでした。またオーガニックのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープもありました。一日の疲れがすごく吹き飛びました。結局スキンケアセットやタオルなど必要なものはすべて置いてあったので、私の持ち物で使ったのはパジャマだけでした。持ち物少なく旅行を楽しめるのが最高だなと思いました。テントに戻るまでの道のりが心なしかキラキラ輝いて見えました。部屋に戻って置いてあったガウンを着てみます。万が一パジャマを忘れてもこのガウンがあれば大丈夫かなと思いました。せっかくなので置いてあったスリッパも履いてみます。新品なのが衛生的でいいなと思いました。履き心地もふわふわで気持ちいいです。夜になると虫来るかなと思ったんですけど来てない。最後にこの日の感想をお話ししてお休みします。気持ちいい。なんか一日すごくあっという間だったな。なんかご飯も美味しいし、お部屋もすごく快適で綺麗で、こう何も考えずにぼーっとできるというか、毎日こんな暮らしだったら本当に幸せなんだろうな。動物園すごかったなって思いました。なんか動物たちがみんな元気で、あんなにしかも大きい動物と触れ合ったことがなかったので、すごくいい経験でした。カピバラになんか追われたのも今となってはもう懐かしいです。なんかクジャクもすごい速さで餌持っていくし、なんか生きてるって感じがしました。おやすみなさい。びっくりするぐらい早く目が覚めました。顔を洗いにシャワー室に行こうと思います。朝の空気がとても澄んでいて気持ちいいです。めっちゃ鶏鳴いてる。木の陰に鹿がいたので挨拶しました。朝の顔を洗って洋服を着替えます。今日はキリンと朝ごはんを食べるのでキリン柄の洋服にしてみました。キリンと一緒に朝食を食べるべく、他の宿泊客の方と一緒にさゆりワールドに向かいます。キリンとの朝食は宿泊とは別料金になっていて、大人2000円、子供1000円で体験することができます。2階に登ってキリンと同じ目線でご飯を食べます。着いたらキリンの家族が元気に走り回っていました。キリンに朝ごはんをあげる前に自分の朝ごはんを食べます。ランチボックスの中には卵パンやホットドッグなど美味しそうなパンがみっちり入っていました。ドリンクはセルフサービスでオレンジジュース、コーヒー、ウーロン茶が飲み放題です。クラムチャウダーもついていてお腹いっぱいになりました。次はいよいよキリンのお食事タイムです。見て見て、すごい手袋、めっちゃ舌が、下すごい、ちょっと待って怖い。下すごい、すごい下、すごい下。長い舌を器用に使って美味しそうに食べます。ネバネバして、おすごい、舌はすごいザラザラしてます。ご飯をあげていたら手をペロッと舐めてくれるようになりました。すごい、手をペロペロしてくれる。ご飯がなくなって落ち込むキリンさんが可愛かったです。キリンのご飯は500円でさらに追加で購入できます。せっかくなので走っていたキリンさんの家族にもご飯をあげてみることにしました。近くで見ると同じキリンでも表情が全く違うのが面白かったです。ちなみにキリンの模様は人間の指紋と同じで同じ模様はないそうです。不思議ですよね。キリンさんとの朝ごはんの後は
10時半までさよりワールドを貸し切りにできます。昨日はカピバラだったのですが、今日はラマに追われました。ごめんね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 、いいよいいよ大丈夫大丈夫。めちゃくちゃビビっていたら飼育員さんが助けてくれました。今日は昨日触れ合っていないラクダにご飯をあげたりしました。ありがとうございました。あ、すごい。下を見たらなぜかカピバラさんがいました。他には道端でクジャクのオスが公開告白をしてびっくりするぐらい振られていました。クジャクの羽の裏側を見るというなかなかない経験ができました。とても綺麗でした。10時半、ちょっと早めにチェックアウトしました。なぜかというと近くの市原ゾウの国で11時からゾウサンショウがあるからです。ザ・バンブーフォレストから10分くらい歩くと市原ゾウの国に到着しました。入園料は大人2,000円、子供900円です。入り口にゾウさんが描いた字や絵が飾ってあります。ゾウさんライド券と動物のご飯を購入しました。ゾウさんにご飯をあげたり乗ったりできるそうです。たくさんのゾウさんがやってきました。ショーの会場にゾウさんと一緒に向かいます。ゾウさんはとても器用で、フラフープを鼻でくるくる回したり、帽子をお子さんに優しくかぶせてあげたり、鼻を使って上手に絵を描いたりしていました。いろいろな筆や絵の具を使って描いていてとてもすごいです。ショーの後はゾウさんと触れ合いタイムです。好きなゾウさんにご飯をあげることができます。ゾウさんの鼻は的確にご飯を狙うので、狙ったご飯は1回で受け取ってくれます。いよいよ楽しみにしていたゾウさんライドに乗ります。1回3000円で大人2名まで乗ることができます。人生初のゾウさんライドなのでワクワクします。ゾウさんの上は少し揺れがありますが、一歩一歩踏みしめて歩いてくれるのであまり怖くなかったです。ただ地上からはかなり高いので苦手な人もいるかもしれないです。一周はだいたい7分ぐらいですが、体感は本当に一瞬でした。ありがとうございました。帰りにゾウさんとの写真をもらえるので、ぼっちでも素敵な思い出を残すことができます。ゾウさんと触れ合った後は動物園を散策しました。ひょこんと立ち上がるカワウソに会ったり、同じルートでひたすら泳ぐアザラシに会ったり、かわいいポニーに最高の変顔を決められたりしました。帰りのバスの時間が近づいてきたのでお土産を見て帰ります。お土産コーナーではなんとゾウさんの絵も購入することができました。絵のレパートリーがすごく豊富で驚きました。自分へのお土産にゾウさんの茶こしを買いました。帰りは無料のシャトルバスで市原ゾウの国から市原鶴舞バスターミナルまで行きました。名残惜しいですがさよならの時間です。帰りのバスも行きと同じ値段でした。帰りは行きよりなぜか少し早く感じました。お家に帰ってきました。グランピング施設は初めて行ったんですけど、キャンプほぼほぼ初心者の私でも快適に過ごすことができました。動物たちと触れ合うことでアニマルセラピーといいますか、日常の疲れが癒されて、あとスタッフの人もすごく優しくて、特別な時間を味わうことができました。日本で味わえるアフリカにぜひ行ってみてください。返して返して、それそれ返して。美味しいですか？おお、食べた食べた。 Yeah.